マイケル・マシュー・ボーデンは、アメリカ合衆国入りの異衆、ウィンフィールド出身のプロ野球選手。2005年、MLB ドラフト1巡目で、ボストン・レッドソックスから指名を受けて入団。ボストン・レッドソックス時代2008年8月31日、シカゴ・ホワイトソックス戦で、メジャーデビュー。先発登板し5回2失点でメジャー初勝利を挙げた。 2009年から先発から中継ぎに転向。2012年4月21日、マーロンバードとのトレードでシカゴカブスに移籍。カブスでは30試合に登板し、防御率2.95だった。2013年10月1日に FA となった。2013年12月20日に、埼玉西部ライオンズが獲得を発表した。2014年9月20日に、 球団より契約の解除とウェーバー工事にかけられることが発表された。12月2日、自由契約工事された。2014年12月24日にシンシナティレッツとマイナー契約を結ぶ。2015年4月4日にトレードでボルチモアオリオールズへ移籍し、参加のトリプル A 級ノーォークタイズでプレー7月16日に解雇された。 7月25日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ移動した。2015年11月16日、韓国プロ野球のトサンベアーズと契約。2016年は6月30日の NC 大ノス戦で、韓国プロ野球史上13番目のノーヒットノーランを達成。同年は18勝を記録し、 韓国プロ野球の最多達三振のタイトルを受賞した。2017年は、故障が長引き三勝止まりで、同年限りで退団した。2018年は、所属球団なく、2019年3月3日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだが、6月3日に、解雇となる。6月29日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約したが、 初登板で3回4失点を喫し、7月3日に解雇となる。7月13日に独立リーグアトランティックリーグのハイポイントロッカーズと契約。9月11日に自由契約となる。2021年は独立リーグアメリカガソシエーションのシカゴドックスと契約した。最速時速 150km を超すストレートとフォークが武器。ありがとうございます。